皆さんこんにちは。小野寺ライフサポートのマリアです。フィリピンから来ました。小野寺ライフサポートのスイティです。ミャンマーから来ました。皆さんの国でも相槌がありますか？今回は日本でよく使う相槌について紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。相槌というのは会話中によく入れる言葉と態度です。会話中、相手に話を聞いているよという合図をするために相槌をするんですよ。そうですね。日本語にも会話の雰囲気が良くなるタイミングに相槌を打ちます。日本語を話せば話すほど相槌を打つタイミングが上手になると思いますよ。友達や家族と話すときによく使う相槌を紹介します。相手の話に賛成するとき、そうそう、はいはい、わかるわかるを使うことが多いですよ。反対をするとき、そうかな、ちょっとね、いやいやいやなどを使います。驚いたとき、嘘という言葉をよく使います。マリアさん、とても面白いですよね。でも職場の挨拶が全然違いますよね。そうですね。ビジネスでよく使う挨拶も紹介します。例えば、そうかい、そうなのの代わりに、そうですか、そうなのですかを使います。他にも、じゃなくて、はいとか、を使いますよ。いろいろな相槌のパターンがありますよね。相槌がなかったら、話し相手の言葉に反応していないと思われて、会話がなかなか弾まないですよね。はい、そう思いますよ。皆さんも日本語を話すとき、相槌を打ちながらうなずいてみましょう。いろいろな相槌を勉強して会話で使ってくださいね。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバイ。